ただいまより平成31年度学校法人五島学園専門学校武蔵野ファッションカレッジ、武蔵野調理師専門学校、武蔵野栄養専門学校3校合同入学式を挙行いたします。国歌斉唱、全員ご起立ください。166名の入学を許可いたします。
네. 작색. 祝辞、新入生起立。礼。着席。
健康コンディションを良好に維持するため、専門的知見の果たす役割、使命は大きく、東京が世界に開かれていく重要な時期に、これから身につける知識、技術は日本の発展に大いに貢献することとなるでしょう。また、池袋キャンパスのある豊島区は、東アジア文化都市2019に選定されており、日中韓3カ国の文化交流を図る国家的プロジェクトに参画しているさなかです。多勢の方の訪日に備え、我々の使命はますます重要であり、大切になると考えます。皆さんの時間はかけがえのない、とてつもなく貴重な時間です。毎日着実に学ぶべきことを習得する努力を切にお願いします。それはいつか必ず花と咲き、実を結ぶ時が来るでしょう。自分自身の目標達成に向かって、どうぞまっすぐに進んでいってください。教職員一同一生懸命対応いたします。これから学ばれる大切な日々が充実されますように、心より祈念いたしまして、祝日とさせていただきます。本日、誠におめでとうございます。ありがとうございます。新入生、起立。礼。着席。祝辞。ご来賓よりお祝辞を頂戴したいと存じます。はじめに豊島区長高野幸雄様、お願いいたします。新入生起立。
才能や資質に恵まれていたとしても、努力して自分を連呼しなければ、立派な人物にはなれないという意味で、これからは皆さんが学ぶ技術は誰のものではございません。自分自身のものになります。技術の取得に終わりはございません。まさに、専門の知識、技術を持って、プロフェッショナルを目指す皆さんにとって、肝に銘ずる言葉だと思います。これから始まります。学びの中で自分の思うように活かす、挫折を経験することもあるかもしれません。しかし自分の成長を信じ、一日一日を大切にして、充実した学校生活を過ごして、ください。やがて、皆さんがこの学びの場から社会へと大きく羽ばたき、世界を股にかけて活躍される大輪の花を咲かせる日を楽しみにしております。豊島区は今、国内外から注目を集める人気の街になりました。4年前、23区で唯一消滅可能性都市の指摘を受けましたが、女性に優しい街づくりを掲げ、安心して住み、働き、子育てがすることができる街づくりを進めてきたことで、大きく豊島区の評価は上がりました。一昨年は、共働き、子育てしやすい街、全国総合グランプリの獲得を果たしました。そして、文化による街づくりが着々と進む、その成果としては、東アジア文化都市、2019の国内開催都市に豊島区が選ばれたわけであります。これは文化庁による国家的プロジェクトで、日本、そして中国、韓国の3カ国の代表都市による文化、芸術分野での総合交流事業でありまして、日本を代表しての豊島区であります。2020年、東京オリンピック、パラリンピックの前年、この豊島区で東アジア文化都市を開催することで、豊島区の魅力を世界に向けて発信をしたいと思っております。こうした豊島区の街づくりは、皆さんの力強い若い力が必要であります。ぜひ、区政に注目し、関心を持っていただき、区のにぎわい、町の発展に力を、私をいただければ幸いであります。結びあたりまして、この度、ご入学なされた皆さん、また、ご家族の皆様はじめ、本日ご参加の皆様のご健勝と、お宅を記念申し上げるとともに、学校法人、後藤学園が、後藤仁樹理事長のもと、ますます発展されることを記念申し上げ、私からのお祝いの言葉といたします。平成31年4月9日、豊島区長、高野幸男。新入生起立。礼。着席。ありがとうございました。豊島区長高野様におかれましては、ご多忙の中ご出席いただきましたが、この後ご公務がございますので、ここで退席されます。本日はありがとうございました。続きまして、武蔵ヶ丘短期大学学長、河井武先生、お願いいたします。新入生、起立。
3つの専門学校と1つの短期大学になっています。そのため、期待学の方を主張しております。ご指名によりまして、一言お祝いの言葉を頂いて、今日はこれのライブ全ての皆様誠におめでとうございます。特に、新入生の皆さん、また保護者の皆さん、大いなる喜びの中に今日一日を迎えたんだろうと思います。重ねて、おめでとうお祝いを申し上げたいと思います。今日は、この機会ですから、ちょっと2つほど皆さんにお話をして引き続きたいと思います。一つは準備の知恵、また日本人の英知といいますか。私は昭和、平成、そしてこの年の5月から始まって3世代のことだと、ちょうど80年に生きています。昭和の14年と言われて、16年から第二次大戦が始まって、20年の3月10日には東京中の大空襲という、そして日本東京中の焼け野原になりました。その時はちょうど小学校の1年生になる年でしたから、少し覚えています。東京の下町の空が真っ赤に焼け込めた状況を目の当たりにして、すごく恐ろしいと思ったことになります。そして20年に終戦が迎えられて、この焼け野原がどうなんだろうなというと考えるいとまもなく生きてまいりましたけど、その後60年経って今東京はどうでしょうか。高層ビルが建ち並び、生活が豊かになる、これは何なのか。これぞ武蔵小路というエイズと、ね、人類のエイズと、日本人の知恵というものがあって出来上がったんですよね。そうすると、さて皆さんが今20歳を迎えて、これから人生どう歩むのか、あと60年先にどうなるか考えることありますか。それは分かりません。せいぜい5年先は読めますけど、20年先の世の中の変化というのはなかなか読めないと思うんですね。しかし何があっても生きなきゃいけない。そういったために学問を積み、技を磨き、やっていただけるとありがたいから、こう思います。そして、2つ目がプロへの道。高等学校の教育を終えて、専門学校に入って、これから技を磨くというふうに、これはプロの道に入ったということですね。そうすると、例えば、これでイチロー選手が若者に向けて熱中できるものを見つけてきたと、小山先生です。まさしく、皆さんが高等学校の教育を終わって、さて、この人生を作るぞと言って、この専門学校を選んだわけです。これが本当にプロへの道です。そして、この道を歩みながら、どうしたら成長できるのか、ということもあると思います。例えば、つい先日、野球のレジェンドと言いますか、送りバントの名人、河合選手というのが大変です。何を思って書きましたか。それは親から継続の力で、そしてコツコツ努力し、これも子供の頃からずっ
そしたら送りバントは日本一の選手になるんですよ。その皆さんはまたゼロからスタートなんですから、これから今思っている気持ちを続けて、そしてコツコツ努力してるんですよ。そうすると20年、30年先にすごい初級人になると思うんですね。そんなことを期待して、私にもそういう時がありました。18の時にバレーボールを転がしてコツコツ努力してる。20年ちょっとしたら優勝しました。優勝監督になります。これもとってもいい、なんかこう熱中できる、我々も歩み出した人生です。で、皆さんも周りですから、20年継続して努力してコツコツやるときっと一流の職人、職業人になると思います。それをぜひ成し遂げていただきたいな、こう思います。まあ、最後になりますが、私と専門家への出発で、皆さん全員に頑張れというエールを送って、しくじに開催していただきます。頑張ってください。以上です。新入生、起立。えい。着席。学校長挨拶。はじめに専門学校武蔵野ファッションカレッジ片桐校長よりご挨拶をお願いいたします。専門学校武蔵野ファッションカレッジの新入生起立。
専門知識、技術、そして変遷するファッション業界において順応できる幅広い視野と美意識を持ち、柔軟性を備え、人々の生活をより快適に、かつ美的なものにするために、社会人基礎力をも磨き、ファッションを通じて社会貢献できる人材の育成を教育理念としております。事業運営は教員とともに課題に取り組み、自ら考え、工夫をし、そして対話しながら、学生一人一人の持つ個性やオリジナリティを尊重し、進めてまいります。ご安心ください。皆様は将来、グローバルに活躍できるファッションリーダーを目指し、心身の健康を保ち、情熱を持ってファッションの道を邁進してください。皆様のこれからの2年間が安心して充実した学びの場でありますように、私どもは努めてまいります。新入生の皆様、共に頑張ってまいりましょう。本日はご入学誠におめでとうございます。専門学校武蔵野ファッションカレッジの新入生起立。 A 着席。続きまして、武蔵野調理師専門学校福島校長よりご挨拶をお願いいたします。武蔵野調理師専門学校の新入生起立。何よりも一人の人間として豊かな感性を
と思いやりを持つことが大切です。鳥取市の基本は安心安全、食材から人に美味しいと言われていただける料理を作る、とてもシンプルなことです。やる気と根性もあれば誰にでも必ず道を開けると思います。本校では誠実、努力、奉仕、3つの教育目標を掲げ、体で覚える授業を実践してまいります。知識、技術はもちろんのこと、挨拶や礼儀、教育など社会人としての基礎力を身につけること、つまり人格教育が何よりも大切であると考えております。校内では常におはようございます、ありがとうございました、お疲れ様でしたと明るい挨拶が飛び交っております。また安全管理対面性を実施して生徒一人一人の動向を守り、事故実現へのきめ細かなサポートを徹底しております。何かありましたらどうぞ学校に遠慮なく相談してほしいと思います。担任をして、担任を通してご相談をいただき、共に考えながら子様の成長を見守りたいと思います。誠に簡単ではございますが、私の挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。武蔵野調理師専門学校の新入生起立。礼。着席。続きまして、武蔵野栄養専門学校久保校長よりご挨拶をお願いいたします。武蔵野栄養専門学校の新入生起立。食生活を提唱し実践していくことこそ
健康体格を築き、人生を楽しめる健康寿命の延伸につながるものと確信します。栄養士を目指す皆さん、栄養士は社会的に重要な役割を担っています。皆さんが力をつけ栄養士となり、全国の人々に正しい食生活を提言していこうではありませんか。また来年の7月にはこの東京にオリンピック・パラリンピックがやってきます。世界中の人々がやってきます。日本の魅力を最大限にアピールするチャンスでもあります。優れた食文化を持つ我が国の食生活を栄養という観点から支える大きなチャンスでもあります。皆さんの活躍の場は広がるに違いありません。とてもワクワクしています。皆さんがこのような栄養士の資格を目指されたことに敬意を表すとともに、優れた人格を伴った優れたプロになることを切望します。頑張ってください。期待しています。保護者の皆様、ご子息ご子女は確かにお預かりいたしました。2年後には栄養士の資格を取得し、希望した就職を全員が叶えられるように教職員一同誠心誠意支援いたします。本日はご入学心よりお祝い申し上げます。武蔵野栄養専門学校の新入生起立。礼。着席。祝電披露。新入生の皆様の門出をお祝いし、たくさんの方々から祝電をいただいておりますので、ここでご披露させていただきます。この度新入生の皆様におかれましては、晴れてこの日をお迎えになられたよし、心からお祝い申し上げます。実学によって能力を開花させ、夢の実現に向けた努力が志す業界の将来を築くことを期待してやりません。本日の感激を胸に、充実した学校生活を送られますことを心より祈念申し上げます。株式会社ホテルオークラ東京代表取締役社長池田正樹様、ご入学おめでとうございます。大きな夢を持って新しい世界で新しい友人や先生方と座学と実習に励み、学校生活を大いに楽しんでください。株式会社ナナマ代表取締役社長野原渉様、ご入学おめでとうございます。これからの目標に向かって、より多くの広い知識と経験を身につけ、さらに大きく飛躍されることを祈念いたします。株式会社日国トラスト代表取締役社長若瀬義治様、多数頂戴しておりますが、進行の都合により割愛させていただき、お名前のみのご紹介とさせていただきます。一般社団法人日本アパレルファッション産業協会事務局長遠藤則明様、一般社団法人日本ファッションスタイリスト協会代表理事相沢歩様、株式会社インパスパブリケーションズ長松哲司様、株式会社レナウン管理統括部人事部部長伊関治様、株式会社クレヨン代表取締役田中大輔様、株式会社 B 代表取締役金久保雅人様、株式会社レイカズ人材開発チーム佐藤彩子様、よろずリンク株式会社代表古本舞様、 YKK ファスニング
プロダクツ販売株式会社吉田洋二様、株式会社ストライプインターナショナル人事部佃千夏様、株式会社ホテルニュー大谷代表取締役社長大谷和彦様、株式会社帝国ホテル人事部長古谷敦様、株式会社プリンスホテル代表取締役社長小山雅彦様、株式会社ホテル小田急取締役代表取締役社長小柳純様、株式会社ホテルニューグランド代表取締役会長兼社長原新造様、株式会社京王プラザホテル代表取締役社長山本守様、株式会社ヘリテージリゾート代表取締役社長杉田紀康様、株式会社東京ベイホテルズ代表取締役総支配人富澤重信様、藤田観光株式会社代表取締役社長瀬川明様、富士屋ホテル株式会社代表取締役社長勝又慎様、ヒューリックホテルマネジメント株式会社代表取締役社長千葉雅彦様、ホテルイースト21東京代表取締役専務総支配人高来積勝様、株式会社ホテルグランドパレス代表取締役社長川村博士様、株式会社ロイヤルパークホテル取締役社長荒畑和彦様、株式会社芝パークホテル取締役社長柳瀬蓮太郎様、ホテルグランド日光東京台場総支配人塚田忠康様、ホテルインターコンチネンタル東京名総料理長中梅光也様、株式会社西洋圏代表取締役社長酒井豊様、株式会社目黒雅叙園代表取締役社長本中野誠様、株式会社鵜飼代表取締役社長大工原正信様、株式会社カーディナル代表取締役三好康弘様、株式会社イラカ代表取締役社長梨澤正弘様、株式会社福助代表取締役社長堀川博士様、株式会社天一代表取締役社長矢吹隆一様、株式会社伊藤商店車屋代表取締役伊藤親弘様、東京エアポートレストラン株式会社代表取締役社長赤堀正俊様、社団法人集団給食協会様、株式会社東京天竜代表取締役東正臣様、エイムサービス株式会社代表取締役社長山村俊夫様、公益社団法人全国調理師養成施設協会会長服部幸雄様、公益社団法人東京都専修学校各種学校協会会長山中義弘様、一般社団法人日本洋菓子協会連合会会長島田進様、共同組合全日本洋菓子工業会理事長小沢俊文様、日本菓子教育センター理事長高井和明様、日本フードコーディネーター協会会長高木康介様、一般社団法人日本野菜ソムリエ協会理事長福井英二様、浦和黎明高等学校学校長富樫剛様、秋田公立美術大学附属高等学院校長野村松信様、公益社団法人全日本市中市協会会長宇都宮久俊様、一般社団法人全国日本調理技能士会連合会会長片田勝則様、公益社団法人日本全職業調理師協会会長遠藤俊夫様、公益社団法人全日本市中市協会東京地方本部会長大谷博明様、株式会社 JS コーポレーション代表取締役米田栄一様、株式会社 JTB コーポレートセールス虎ノ門第一事業部事業部長福岡明様、株式会社 HIS 京
教育旅行セクション高梨和志様、株式会社そごう西武代表取締役社長林拓司様、株式会社三井住友銀行頭取高島誠様、以上祝電のご紹介でございます。新入生宣誓。新入生代表、専門学校武蔵野ファッションカレッジアパレルプロフェッショナル科鈴木もなさん、武蔵野調理専門学校高度調理経営科島田のぞみさん、武蔵野調理専門学校栄養科勅使河原君香さん、新入生起立。武蔵野調理師専門学校新入生代表島田望。武蔵野栄養専門学校新入生代表勅使河原君香。着席。歓迎の辞。専門学校武蔵野ファッションカレッジ在校生代表ファッションスタイリング科松尾奈美、武蔵野調理専門学校在校生代表高度調理経営科堀内直人、はい、栄養科浜野アンナ、
礼。
失敗を恐れず何事にもチャレンジし、たくさん経験してください。その経験が必ず自分自身を大きく成長させてくれるはずです。皆様が学園生活で多くの出会い、経験を通して自分の視野を広げ、実のある2年間になることをお祈りいたしまして、歓迎の辞とさせていただきます。平成31年4月9日、学校法人五島学園武蔵野栄誉専門学校在校生代表駒奈安奈。Thank you.
ください。これをもちまして、平成31年度学校法人五島学園専門学校武蔵野ファッションカレッジ、武蔵野調理師専門学校、武蔵野栄養専門学校3校合同入学式を終了いたします。